3列目の一番。緊張して言葉がたどたどしくなったんですけど、まあ無事に終わらない感じです。そうですね、でも良かった場面もあったんですけど、まだまだ改善していかなきゃいけないところもあるので、そこにしっかり目を向けて、喜びすぎないようにというか次に向けて頑張りたいです。緊張感ありましたか？ちょっと緊張しました。ワクワクする面と緊張する面の両方があったんですけど、やっぱりこうお客さんの応援がすごい聞こえてきて、なんかそれに勇気づけられました。前回もそうだったんですけど、やっぱこういう壮行会をしていただいて、ああいうメディアの方に集まっていただいたら、いよいよワールドカップが始まるんだなっていう実感が湧いてきます。高いと思います。やっぱりチームとしてすごくいい成長をしているのを見てもらえてると思うので、ぜひ注目したままワールドカップに行ってほしいと思います。いつも応援ありがとうございます。私たちは10月から開催されるラグビーワールドカップに、出場します。前回大会2017年よりより良い成績8強以上を目指して頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。